私とベールで切り込むわ。どこまで耐えられるか楽しみですわ。はあ、叩き切ってやる。てぇ、ネプテューヌ、てめえがとどめだ。この攻撃に全てを出し切る。とどめよ。これが女神。
音が欲しいな。僕と行ってみようか。はあ、やはり新次元のモンスターは他の次元のモンスターよりも手強いな。襲ってきたモンスター今ので一通り倒したよね。お疲れ。うむ、ネプチューヌもご苦労だった。怪我はないか？私はこの通り全然大丈夫だよ。いや、自分では気づいていないだけかもしれん。実は知らぬ間に怪我を負っていたなどノージャスティスだからな。私が体の隅まで見てあげよう。すごい。あんたの本音はそれかい？もちろんだとも。美少女はめでてこそのジャスティストレインミリオンアーサーだからな。いや、めでなくていいですから。あとジャスティストレインとか意味わかんないんですけど。おかしいな、このネタはなぜかここでは不評のようだな。それにしてもミリアサさん、新次元に何か用事があるんですか？え、修行なんだとばかり思ってたけど。ネプギアよ、ここ新次元は人の心の中を映し出す次元だったな。はい、そうですけど、お姉ちゃんたちの夢もこの辺りで具現化していろんな意味で大変なことに。あれ、別に私の夢は大変じゃなかったよね。あれはいいものでしたわ。ならばよし。ちょっと何する気？果てしなく嫌な予感がするんだけど。美少女をハスハスしたいですわ。ハス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 。興味ない。華麗にハスハスするわ。器を決める。の偽物？なんなのこれ。もしかしてミリアサさんの妄想が新次元の力で具現化しちゃったの？ここにいる美少女たちをハズハズしてもいいのですよね？こっちに迫ってくるよ。どうしたらいいの？さあ、共に器を決めようではないか。こうなったらやるしかないみたいね。ええ、ハスハスはされるのではなくするものだと教えてあげますわ。うむ、ベールの言う通りだ。行くぞ皆の者。バイガリウーター。私の番だ。脳が壊れる。さて次は誰です？Jesus! Fuck anime! セッサユニットセット。
の地獄を味合わせた私のファンですね。
ですね。よし、やるよ。この程度、まだまだ。脳ガキはいつ出し切る。私の思い出にはならないさ。確実マーティン、ドルフに行ってほしい。相手はダイナ、任せてもらおう。ちゃんとやれるよ。前だけ見てる。よし、止める。続いていこう。誰にしようかしら。私の番。私の番だな。もう迷いはありません。華麗に私は思い出に最強の任務を果たす。やるしかないんですね。
私の番だね。私の番だな。よし、確実にしと華麗に決め、私の番だ。ネプチューンブレイクで決める。クリアしてくださったんですもの。このくらいサービスをしてあげなくては。だからってこんなの恥ずかしすぎるわよ。もう誰よこんなバカな企画を考えたのは。すまん。そんなわけでみんなから一言ずつもらっちゃおうかな。まずはノワールから。そうね、でプレイしてくれてありがとう。私が主役の物語はどうだったかしら。本当は本編の主役もやりたかったんだけど、それはまた今度かしらね。私が主役になるためにも応援よろしくね。クリアおめでとう。そして最後まで遊んでくれてありがとう。そうね、あなたには特別、私が書いた小説を読む権利をあげようかしら。そんなものより、プレイヤーの方には私のこのナイスバディの方がご褒美ですわよ、ブラン。そうですわ。よろしければ一緒に紅茶はいかが。ゲームのクリア特典として私が特別に美味しい紅茶を入れて差し上げますわ。クリア、おめでとうございます。今回のは
私はどうだった？また一緒に遊んでくれると嬉しいな。イエーイ、クリアおめでとう。けどまだ遊び足りない顔してるわね。なら私が一緒に遊んであげてもいいわよ。ゲームクリアおめでとう。あなたのおかげで私もまた一歩お姉ちゃんに近づけた気がするわ。ええ、あんたさっきから私のどこ見てんのよ。はあ、胸があるってあるわよ普通。ミクキアとそんなに変わらないサイズなのに失礼しちゃうわね。よし、次は俺だな。ちょっと待って、娘はもっとあとあと。カメラさん、他の場所にいるゴールドサードたちのところに切り替えちゃって。私からのコメントが欲しい？なら100億クレジット課金ね。マイナーでもは冗談だから安心して。プレイしてくれたそこの君、クリアおめでとう。今後とも私をよろしくね。クリアおめでとう。君には私が精魂込めて焼いたこんがり骨付き肉をプレゼントしようと。まあ冗談はさておき、また君と遊べる時を待っているよ。それじゃ。クリアおめでとうございます。あなたとは親友になることはできませんが、その代わりお友達になるというのはどうですか？コーナー興味ないね。壁にでも向かって話しても。もう最後なんだから、もっと気が利いたセリフ言えないの？はっはっは、 S 社はテレ屋さんだな。もっと聞かせるんだ、言葉を捨てるな。こいつら。お前が俺の生きた証だ。感謝する。ゲームをクリアしたことに感謝しますか？はい。ゲームクリアおめでとう。まさかあなたがここまでたどり着くなんてね。ちょっと見直したわ。よかったらまた遊んでちょうだい。そしてネプコともどもよろしくね。ゲームクリアおめでとうございますです。ネプネプやあなたと一緒に冒険できてとっても楽しかったですよ。また一緒に冒険してくれるととっても嬉しいです。世界滅亡の歴史は記録できなかったが、まこれはこれでなかなか面白い歴史だったぜ。俺からも礼を言わせてくれ。娘を救ってくれてありがとう。そんな君とならいつかゆっくり語り合ってみたいものだ。その時は俺のオリジナルブレンドの紅茶を振る舞うことを約束しよう。私からもお礼を言わせてください。ゲーム業界を救ってくれてありがとうございます。そしてこれからもネプテューヌさんたちをよろしくお願いします。最後まで遊び尽くした。褒美として我が竜は金髪巨乳堂への入門資格を授けよう。よかったでござる。てっきり拙者だけ忘れられてると思っていたでござる。時の邪魔だよ。アメス、よくこの私を倒してみせた。だが次こそは貴様を倒してやる。それまで首を洗って待っているんだな。ちなみにカメラがお風呂場に戻るのに3日かかりますよ。はい、3日経ちました。そのわけで大きな私からどうぞ。プレイヤーの君、ゲームクリアおめでとう。君のプレイはこのネプノートにしっかりと記録させてもらったからね。けどこれが
私としてはまだまだ遊び足りないから、この後ももっと遊んでくれると嬉しいな。最初ゼロ次元に迷い込んだ時はどうなるかと思いましたが、こうして今みんなでお風呂に入れるのもあなたの努力のおかげです。本当に最後まで遊んでくれてありがとうございます。よし、やっと俺の番だな。まずは俺からも礼だ。最後までプレイしてくれてありがとうな。お前がいてくれたおかげで俺は今ここにいることができる。プレイ中のお前の姿すっげえかっこよかったぜ。まあ俺のかっこよさには到底及ばないけどな。じゃあラストは私で。繰り返しになっちゃうけど、最後まで遊んでくれてありがとう。これで私たちとの冒険はおしまいだけど、まだまだ君とは遊び足りないかなって思ってたりするんだ。そんなわけで君とこれからもずっと遊ぶためのうずめの妄想劇場どうぞ。うわうんな話聞いてないぞ。うずめさん、最後にかっこいいとこ見せてください。ねえな、そこまで言うなら見せてやるか。けど特別だぞ。うずめ的にはまだ遊び足りないっていうか、もっとあなたと遊びたいなって思ってたりするんだ。だからね、君はこの後もうずめたちと一緒に何回も遊ぶの。明日も明後日もずっとずっとうずめたちと一緒に冒険して遊ぶの。でね、君とうずめたちは友達や恋人以上にずっと仲良しで超ラボラボになるんだ。ラボじゃないよ、ラボね。続編とかスピンオフとかがあってもずっとラボラボで一緒なんだ。これうずめと君との約束だよ。ダメだ、やっぱ恥ずかしい。これ以上は無理、恥ずかしくて死ぬ。いや、もういっそのこと殺してくれとか言いつつも、ちゃんと全部言ってるあたり、やっぱうずめってかっこいいよね。かっこいい。それじゃあうずめも復活したところでまた会おうね。